犬出たな。トラ出たな。これ出るんか、でも。ゼロ 1000m チャレンジ後編、ブーストアップと1200馬力の挑戦。フェニックスパワーは大馬力マシンだ。はい、フェニックスパワーです。この黒い R3 号は2017年モデルで、HKS の 4.3 リッターキットで、トラストの TD0625G のツインターボ、あとトラストのインタークーラーとか DCT クーラーとか、あとオリジナルのダブルオイルクーラーシステムとかやって、一通りやってあって、 HKS のレースガソリンを使った状態でブースト 2.1 キロぐらいかかった時に、だいたい1190馬力から1230馬力をが出るような仕様になってます。で、今回サーキット仕様のままバネレートもアラゴスタの車高調キットを特注で作っていて、フロント42キロ、リア32キロで、硬いんですけど、その状態のままで、この最高速と、ゼロ300加速テスト両方をオールラウンドにいい結果が出るように作ってきたつもりでしたがもう最高速やってる時に、フロントバンパーとフロントリップをつないでる純正の止めるところが、そこからも脱落して陥落して抜けちゃってたんで、やっぱり300-450キロになってくると、これは相当もっと気合い入れてしっかりしないとダメだなっていう反省点が見えてきました。これフロント突貫でちょっとやったから、はいはい、フロントリップ了解。これでもしあれやったらもう 300キロが出た時点でやめてくださってもいいですか。これなんだっけ、あれクランチ使った方がいいんじゃん。え、クランチ使った方がいいんじゃん。クランチ使った方がいい。マニュアルで行ってくださった方が。タイム出たな。出ましたね。なんかむっちゃ気持ちよく行ったよ。調子よく行きましたね。うん。これは出たな。タイヤの空気圧がね、2.4 とか5入ってるんですよ。失敗した。やっぱまあアホばっかりだよ、もう本当に。でもそのアホでもあれだからちょうどストールしなくて済んだんですね。本当は福山さんどのぐらいにしたかったんですか。2キロぐらい。いやいやいや、1.6 ぐらいで十分ですよ、このリアは。でもよかった。ね、なんかやっとこさ、3回目にしてやっとこさ。あら、スポイラーが落っこちてる。どうでした、皆さん。やっぱ落っこっちゃったフロントスポイラーが。やっぱ。これは加速とかどうでした？いや、まあ、楽勝で速いですね。もうこれ以上ギアが高いっていうのは邪魔してそう。うん、邪魔してる。あ、邪魔してる。もう落っこっちゃってるからもうダメです。途中300キロまでは出る。316。316だった。もうでももうバーンと落っこっちゃったから。どの辺で落ちちゃったんですか。なんだ、パイの杉田あたり。リプレイ見てみましょう。外れちゃってるよ。この速度で何事もなくてよかった。今度はオンボードカメラでどうぞ。こんな暑い中ですけどパワフルに動いてたし、0300加速テストもローンチコントロールもうまくいったし、ものすごく収穫のある一日だったんで、
僕的にはすごいハッピーな気持ちでありがたいなと、まあ、乗っていただいたね飯田明さんとかすごい感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。ゼロ戦っていう目的ではありましたけど、あの車的にはもうスタートとかの問題もほぼなく、あもうえらいうまくいきましたね、神がかり的にじゃあっていうかあのブーストアップぐらいの600馬力とかやったらローンチコントロール別に何も普通に決まるんですよ。ところがもう100キロのトルクを超えてくるようなあの1000馬力ぐらいになってくるとものすごいギャーって回るじゃないですか。するともうミッションエラー、クラッチエラーっていうのがバタバタバタって出てくるんですけど、それをこうしらみつぶしに解除してって、まあ一応自分なりには大丈夫な状態でやってきたんですけど、まだ自信はなかったです正直。まあそれがうまくいったんで、もうこれからはこの仕様でこのデータでいこうと思ってます。2020モデルブーストアップのチャレンジだ。こんにちは、ピトロネムのブルース森下健進校 D コーロンティーチャーで、今日は何の盾ですか前回最高速テストに引き続きゼロ1000メートルテストにも挑戦。最高速テスト時と仕様に変更はない。04では10秒という仕様のまま、0 1000メートルでは何秒何キロ出るのか。別にターゲットっていうかどのぐらいいけばいいかなぐらいの感じですか今日は。最高速は314点なんぼ出とうから、300は無理やろね。280いくかな。あれもうちなみにこれ後期のドラシャに書いてあります。これ後期なんですよ。あじゃあ大丈夫だ。20年。あ、ほんとだ、新しいやつ。新しいです。もう新車です。じゃあ心配なく、ね、あのロアンチ使います。ロアンチでもブレーキ踏んでこう。お、オートマチック十分でしょ。 ETC カードも確認しました。 ETC も OK、 全開よろしく。走りましたね。走ったけど、5速までやったから、260ぐらいしか出てないかも分からへんね。なるほど。うん。どうでした、優しい感じですね。優しい感じ。自家用車って感じ？うん。だけどやっぱまあまあブーストアップって言ってもやっぱ GTR35 速いんで、もう700馬力以上ありますよね。ちょっとこうクラクラする感じで。見た感じメーターだと何キロぐらいですか。メーターね、今ちょっとあの GPS が見えなかったんですけど、260ちょっとかな。思ったよりちょっと伸びなかったですね。それではリプレイでどうぞ。変えてないですね。だいぶあの乗り慣れたところに。もうこれあれかな、マニュアルの方が早いんじゃないかな多分。マニュアルでいます。うん、マニュアルで。ああ。2本目アタックはマニュアルで行くことに。264ぐらいかな。264ぐらい、あの AT だと、はい、もうその手前で6速に入れられちゃうんですよ。あー、伸びないことだね。そうなんそうなんで、だから今マニュアルにして、はい、ここで引っ張り切ったんで、はい、オンボードカメラの映像はこちら。
キロ。さあゼロ戦終わりました。まあ、あの300キロ出た車、300キロ届かなかった車とあったんですけども、まあ、やはりですね、フェニックスの 35GTR ちょっと無敵ですね。300キロ超えてからのちょっとトラブルがあって、また僕はあの、ね、シワが増えちゃったんですけども、まあ、あのスプリンさん、エンドレスさん、ピトロード M さん、まあ、まだまだ進化すると思います。300キロまであとねどれぐらいみんな絞り出せるのか、ぜひですね、他のショップもそうなんですけども、皆さんまだチャレンジすると思うんで、ぜひ機会があったらゼロ戦よろしくお願いします。